お酒を買ってきました。はい、辛味はちょっと一足先にね、帰ります。やっぱね、楽しめました。そう、日本の治安がね、心配なんでね。そう、今揺れてっから。ほんとね、そうだよね。でもね、ちょっとさ、ちょっとだけ外出よう。すごいよね、今日もう今10、ちょうど今18時ぐらい。そうですね。お酒が飲めなくなる時間になって、みんな続々とかでタクシーで帰ってくるんだけど、これすごいよね。まあ、7プラスはさ、やってないもん。7プラスはクローズ。フーターズやってるんですけども、あの、いつものね、お酒大好きそうなね、だから皆さんコーラを飲んでます。そうそうそう、みんなね、コーラ飲んでるんですよ。すごいよね。どうですかね。すごいね。じゃあそんな感じで、そんな感じでゴーゴー気をつけて。まあ明日からね、総選挙になる今7を歩いていますけども、せっかく来たのにやってないんですよね。あの後ろ見てもらえば分かるんですけど、ほら後ろね、7プラザやってません。まあ今日どんな感じなのかさ、ちょっと歩いてみたいなと思って。フーターズはやってんだよね。でもお酒全く飲めないんで、やっぱみんなね、チキンウィングと水って感じかな。やってないもん、やっぱね。ああ、今日はやっぱ選挙だから、ほら見てこれ、全然やってない。こんなプラザ。でもね、やっぱなんだかんだ言って人集まってきてんのかな。これなんか何を目的にね、ここに集まってんのかがわかんないんだよね。まあちょっと、まあ取れる範囲でね。でね、正直な話、フーターズの前のフリーランスの人たちはたくさんいるかなって感じです。はい。で、俺のね、好きなね、マナプラザの後ろの7ホテルの近くにあるね、あのブリトーの店なんだけど、そこもやってます。ただこの7プラザの入り口の、例えばさ、あのお店なんかちょっと食べ物、あと7バーガーとかさ、そういうのも全くやってない。まあ、とりあえずこのソイヨンをずーっとちょっと歩いては見るんで、あの悪いことはしてないんだけどさ、夜さ、こうやってさ自撮りしてるとさ、結構なんか自分撮られてんじゃないかみたいな人たちも結構いるんだよね。ああ、別にさ、こっちも気をつけてはさ撮ってんだけどさ、やっぱね、お酒を召すとさ、俺もそうだけど分かんなくなっちゃうからさ。ああ、だから俗に言うマッサージをやってるけど、でもそれ以外の本当にゴーゴーバーはやっぱ一つもやってないな。やったらさ問題なんだけど、まあ、やってないね。だから多分、この後ろもさ、アーリッシュパブなんだけどさ、やっぱ全然みんなお水飲んでるもん。お水がコーラ。全然やってない。まあこういうあれだよね、ソイヨン、もうさ、コロナとかクーデーターの時以来だよね。
確かにね、クーデーターの時もね、こんな感じだったんだよね。昼間はさ、そこそこさ、ゴーゴーバーの前のランチ屋さんとかやってんだけど、やっぱその方が全然やってないみたいな感じだったから。多分ね、酒なんてマッサージはあってんな、本当に。あと屋台ってそういうのって結構出てんのかな。なんか前はさ、スクービット通りから向かってそういうの入ってって、しばらく左側にそこそこね、食べ物屋さんがあって、あと右側に、あ、右側のあのマミーのお店はやってるな。あとママ、あのママの麺のさ、お店はとか、ああいうのやってるわ、やっぱりね。でもまあその他はね、やっぱやってないな。ただね、フリーランスはすごい今、今どれだけこのナナプラマに集まってるのか俺は存じ上げないんだけど、フリーランスの人は酒飲めなくても結構いる。だからこのなんかフリーランスのさ、人のさ、相場ってさ、俺別にバンコクで在住してるわけじゃないからわかんないんだけど、今日だけすごい値崩れしてるのか、それとも今日すごく需要があってすごく跳ね上がってるのかさ、ちょっと後で SNS で調べてみようかなみたいな。ね、でもやっぱすごいね、なんかこういうさ、おしゃれな店が結構今ねできてきて、でも俗に言うちょっと騒がしくなっちゃったようなお店は全く多分やってないんで、だからぜひ後ろにぼやけて映るようにね、今シネマモデルをあえて撮ってるんですよ、ここで。でもさ、こうやって撮っててそれ違ってもね、相手がシネマモードで撮ってるなんて分かんないからさ、まあ、変な顔される人も多いんだけど、でもなんていうのかな、お酒を飲めないから、この路上で緑色の葉っぱの匂いが全くしないね。歩いてるとさ、するじゃん、タイって。今日はね、全く匂いしませんよ。でトゥクトゥクの人もやっぱね、すごいやっぱ商売上がったりって感じだよね。今ちょうどアイリッシュパブの前通ってるけど、お客さん入ってるんだけど、やっぱみんなコーラだよね。炭酸飲んでてコーラ、でもまあそういうのは、まあ、そんな感じなんで、今日と明日はちょっとね、まあ俺もその一人だけど、今日来ちゃって、しかも7ホテル泊まってるんだけど何もないみたいなさ、まあ、何もないって普段も何もないんだけどさ、そんな感じでした。 Go Go Y-O 焼けもん Go Go Y-O Go Go Y-O 焼けもん Y-O Go 今日は酒が飲めねえぞということで、まあハラミも頑張ってるんで、私もちょっとやってみましたけど、ちょっとやっぱ下手くそだよね。でね、今、まあ、ミッケラバンコクで、まあ、飲んできて、で今日というか、まあ、明日ね、総選タイは総選挙なので、13日、18時からねアルコールの提供ができないということで、私はね途中エカ前のねビッグシーでリオビール3パック買ってきちゃいましたね。130何バースかな、安いよね。3本で140バースだから、4掛けしたって416の4、違う540円ぐらい、ぐらいですよね。で、まあ、今回っていうか、まあ、結構俺前回か去年このタイに来てから、
まあ、リオビールが一番、まあ、飲めんなっていうか、まあ、チャン・シンハンいいんだけど、まあ、癖がないっていうかね、ラガービールとしてね、はい、でこれを なるべく今飲んでるっていうか、まあ、美味しいんで、いや美味しいし安いしさ、シンハンと同じ会社なんだよねこれね、作ってるのね、うん、俺も知らなかったんだけどさ、うん、ちょっと美味しいかなと。まあ、前から安くて若者には人気っていう、まあ、ビールだったんだけども、でもね、昨日パタヤか、あのトップスデイリーっていうトップスがやってるちょっと、まあ、コンビニエンスチックな店が泊まった宿の下にあったんですけども、やっぱね、このリオビールの列だけがね、結構ね、売り切れ多いんだよね、うん、だからまあちょっと人気が出てきたのかなと私は思っています。でね、まあ、ちょっと飲みながらね話していきたいと思いますけども、まあ、今日何杯飲むんだって感じですけども、まあね、先月1ヶ月は禁酒しましたんで、それで免じてということで、ああうまいね、うん、この軽さがいいよね、俺はそう思います。で今日せっかくなんで今セブンイレブン行ってっていうかね、まあ、この前の動画につながるかよく分からないって、この後編集、この後編集するんでよく分からないですけども、一応ね、総選挙の前日の夜ということで、先ほど7プラザ近辺をちょっと歩いてきた模様を撮影してきたんですけどね、いや、で、ビールが買ってあったんで、屋台のなんかそういう唐揚げとかさ、まあ、いろいろあんのかなと思ったら、なくて、7プラから、ソイオンをずっと、まあ、ナナプラから離れ、スクリミット通りから離れていく方に歩いていって、300メートルぐらい歩いても、果物の屋台1個と、あといつもある、あの右側の方にあるさ、あれ、多分ママだと思うんだけど、麺のさ、料理食えるところが、ちょっと屋台が2軒ぐらい続いてたりするんですけども、そこぐらいしかなかったんですよ。うん、だから、まあ、しょうがないから、ナナプラっていうかの、ガソリンスタンドのところのさ、セブンイレブンって言ってさ、で今36バーツのねハンバーガーを買ってきましたよ。でさ、これ36バーツのさハンバーガーを買うとさ、なぜかさ、ケチャップがさね、バーベキューとトマトソース、バーベキューとトマトソースついてるんですよね。でこれ足りないのかな、ソース入ってねえのかな、入ってるよね、多分これ足りないっていう人がいるからなのかな、うん、こんなのがね、あ、ごめんなさい、逆さだったね、うん、こんなのが2つついてきます、はい、まあ別にタイに住んでる人からすれば、あ、そんなのが知ってるよって話なんだけども、でね、36バースだから C312、C462 の C312 の150円ぐらいかなのかな、150円弱かな、うん、でね、カロリーがね330キロカロリー、うん、うん、ねえ、うん、こんな感じ、まあ、牛肉 100% ではないけど、まあ、俺はコンビニのハンバーガーは俺牛肉 100% じゃねえ方がいいかなと思ってる派なんで、うん、全然うまいです、うん、まあ、で、あと今日買ったのは、うん、これはね、これタイに来る人おすすめですよ。俺結構牛乳好きなんですよ、のんべえなのに。でタイってさ、なんかいろんな牛乳あって、プロテイン入りとかさ、すごくいろんな種類の、あるのね、牛乳で。これはね、チョクチャイファームっていうのかな、だから農場の名前を結構前面に打ち出してる牛乳なんだけど、日本の、正直な話、これ日本の牛乳より美味しい、うん、だから俺、あ、なんか
やっぱ牛の牛乳の甘みってあるんだなって思った牛乳の一つだから、これぜひさ、エナジードリンクとかばっか飲むんだったらさ、牛乳飲もうぜっていう提案。 24.5 バーツぐらい、これあのね、パタヤのそのトップスデリーでも、そこのセミレムでも同じ値段だったから、多分どこで行っても多分タイだったら同じ値段なんだろうかな。で、あとはね、まあみんな知ってると思うけど、これ食べてるタイ人って俺あんま街中で見たことないんだけど、あのこのなんだおにぎりね、うん、これね30バーツなのかな、あちゃちゃ24バーツだね、24バーツだからまあそこそこの値段もしますけども、まあ、日本とまあ若干変わんないね、もうね。でこれやっぱ鮭、今回は鮭ですよ、鮭、はい、鮭買いました、うん、これもね後で食べますけども、はい、あとね今回つまみで買ったのがね、これカラムーチョ、カラムーチョのスパイシーサワークリーム味、これ日本に多分ないよね。どんぐらいこのスパイシーなのかちょっと食べてみたいなと思って、はい、買ってみましたね。あの今回総選挙だから、まあお酒飲めないっていう夜になって、ホテルでこんなねことを取って時間過ごしてるんですけども、ぜひね、これからもまあない、まあないよね、こういうとこ総選挙ぐらいしかないのかな。 あとまあ禁酒日あるから、ある、まあ、年間に何回はあるんだけども、でもまあなかなか貴重な、まあ、体験をね、うん、させていただいてるっていうことなんですよね、はい。俺多分ねちょうどそう、あのこの総選挙のきっかけにもなった政権がね変わった2014年の時もタイ来たんですけども、その時のそうクーデターの時に来たんですけど、あの時はさ確か7時半ぐらいからもう全部何も やらないっていう、店やらないみたいな感じだったんだよね、うん、で俺スワンナプーム空港着いてタクシーでちょっとさエアポートリンクがさの終点の1個前ぐらいのところにあるさタワーのホテルあるじゃないですか、あそこ通ってたんだけど、あそこってフロント階にさファミマがあるから、まあ、19時半以降に着いてもコンビニやってんだろうと思って泊まったんだよね。ただ見事にさファミマまでやってなくて、あの時はね、うん、だからあれなんで夜の8時とか9時ぐらい着いたのかな、ホテルに。で翌朝のさ朝飯までさ、ほんとホテルのさ部屋の中にある水2本でさ過ごすみたいな、うん、あの時ほど本当機内食がありがたかったことはなかったよね、車での間のね、うん。でもまあそれに比べたら今回はね、まあ、総選挙で、でもまあバンコクの中でも選挙カーなんかそれ違うのは、俺今回1日今日1日過ごして4回ぐらいかな、日本のいわゆるあの選挙カーみたいなのがバーンって横を通り過ぎたっていうのは、どっちかっていうとまあ俺はタイの SNS あんまそんな繋がってないからあれだけど、 SNS とかとテレビ、あとは道路にあるのはこの縦看板みたいなその立候補者の看板ね、うん、これがすごくあるなとは思いましたけど、それ以外は特にこの選挙がこう加熱して盛り上がってるなみたいな雰囲気はまあ感じられなかったかなっていう感じですね、はい。ぜひですね皆様も禁酒のねタイっていうのもあるんで、実際ね、まあ、年何回か禁酒日あるんで、まあ、その時に来たらどんな楽しみ方をするかなんてこともね考えてみると面白いなと思うんですよね。私はちなみにまあ過去の動画でも流れてるとは思いますけども、アマゾンスティックをアマプラ会員なんで、アマゾンスティックを持ち歩きながら、そうですね、YouTube 動画を見て時間をねこうやって飲みながら時間を過ごしてるっていうやり方もいいんじゃないかなと思いますね。で東南アジアはやっぱり2週間とか3週間滞在すると本当に一日中雨で、あやんだ出よう、あまた降ってきた、これ結構段階もあって、あもう途中で2回3回するとね、あもう夕方まで部屋にいよう、あとは
YouTube やってる人からするね、分かると思いますけど、いやもう今日編集日編集日みたいな感じになることあると思うんですけども、まあ、その過ごし方のね少しでも参考になればなって思います。さすがにね今日ねやっぱね酒提供しないんで、7ホテル前のあの緑のお店やっぱ客ゼロでしたね。うん、でもねアーリッシュパブね結構人入ってたんだよね。あれ何なんだろうな、7割ぐらい人入ってて、うん、酒は確かに見える範囲では提供されてなくて、フーターズもそうね、みんなねフーターズはねチキン食いに来てたねまあ美味しいからねしょうがないけども、うん、でもみんなやっぱ本当ソフトドリンクでやってたんで偉いなと思った一面でありました。